臆病者は置いていくぞ。わあ、ボス。楽しいことしないか。いや、来たか。ホワイトチャペルを手に入れるにはここの悪党たちが邪魔だ。ケイロックの定めた掟で縄張りは抗争によって決まる。なるほど。ほら、これは君たちが持っていた方が役立つだろう。なんだよグリーンちゃん、アサシンのクリスマスか。仲間を集めて。ミスター・レクスフォード・ケイロックが条件を飲んでホワイトチャペル駅で待ってる。この勝負に自分の列車をかけるそうだ。ケイロックがいない、列車があるだけ良しとしよう。中を見てみるか。ケイロックは死んだ。ホワイトチャペルはもはやブライターズの支配下にはない。私たちの仲間になるなら今がチャンスよ。スターリックとその殺し屋に対抗するものなら誰でも歓迎する。ルークスへようこそ。なんだってんだ、あのデブのわがままで。これ以上バーサを酷使するなら身投げしてやるわ。ケイロックならもういないぜ。あら、どうもかわい子ちゃんたち。あんたたちは誰？エビーフライと弟のジェイコブフライよ。はじめまして、アグネス・マクベインよ。よろしく。昇進できると思ったのに無職になったみたいね。なら雇うわ。スクラップよりマシの給料は払えんの？何言ってんだか。少なくともスクラップは払えるぜ。はあ、そういうことならこのアグネスと機関車のバーサはあんたたちのもんになろう。私は隣の車両にいるからね。列車を隠れ家に。それはとてもいい考えだね。そうね、思わぬ収穫だった。さて、ここから手がかりを追って。ジェイコブ、ふざけないで。
こいつが治るまでは何もしないぞ。それならちょうどいい人を知ってる。頼りになるな、グリーンちゃん。この町じゃちょっとしたお金なんてすぐになくなるの。お金があったら何ができるか考えてみて。ロンドンを建て直すって言ってたわね。今がそのチャンスよ。あの地図に昔馴染の人たちが描かれてるわ。ちょっとお金を分けてあげれば手伝ってくれるわ。手遅れになる前にみんなを救えるわよ。おしまい。ミスター・グリーンが誰かに会ってほしいって言ってなかった？